Let's get started. Moeko Channel.ピースの角度は自分向け D のんちです。シュッ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 、来た。はい、そしてソースがユニセフからみちゃんまいこです。よろしくお願いします。こんなとこにキュンです。ソースだからね。こんなとこにキュンです。で、はい、TikTok 用語の方ね、はい、あるね、なんかキュンです。あれ、あれ引っかかったからね、はい、TikTok がうるさいからキュンです、ダメ、はい、キュンですね、明らかに。はい、はい、ということで、はい、今日はですね、はい、まあ生放送でまた言って本当にお久しぶりということで、はい、フリートーク、ドラマではないフリートークをしていると思いますね。あのレジ袋が有料化になったということで、はい、のんち TV の方の発表会記念の生放送でもね、ちょっと聞いた話を、はい、こっちでもぜひしていただきたいなと思いまして、はい、ゲストとしてお呼びいたしました。はい、私がレジ袋評論家としてね、駆け出しですけれども、駆け出しもいいとこだ、はい、もうなんか有料、はい、有料ね、有料っていうことで、はい、何か変わったかと、うん、いうことで、僕は別に有料でいいなと思ってたんですが、はい、なんとこの前、レシート3枚事件、うん、っていうのがありまして、最初買って、はい、何屋さん、コンビニでね、そんで、まず袋いりますかから、そのもうレジ打った後に、はい、うん、袋いりますかって言われたわけですよ。まあ、俺はクイックペイってやったんですよ。クイックペイのあの声もさ、すごい嫌なんだけど俺。そんな低い。クイックペイ、それが2個重なるやつなのに。クイックペイとクイックペイ。高いの、ね。あ、高くないの、低いの。ね、あのロボット、昔のバカロボットみたいな声でさ、クイックペイって言うんだけど、あれ失敗だと思うんだけど。それで、やった後に、うん、袋いりますかって言われたの、うん、最初に聞かれる前 に、でもうお会計終わってんの、はい、もうと思って、いやいや俺は袋いるよって言って、うん、じゃあすいません3円みたいなのが、もう外人だからさ、でまたクリックペイってんで、あったかいもの、なんだっけな、あれは忘れちゃったんだけど、温めたやつとお弁当みたいなの、うん、この時の思い出せない、あったかいものがあって、で俺アイスを3つほど買ってて、それを一緒の袋に入れようとしたから、いやそれはさすがに、なんていうの、もう夏だし、もう冷凍庫の中に入ってる段階でもう結構やばいの、だれてるもうなんか棒がゆるゆるみたいなさ、アイスがだれてる、結構ファミリーマートのね、あれだれてる、いやだ、アイス買わなくなっちゃった割とだれてるんだよね。そうショーケース、なんかケースの問題かな、ね、ちゃんとしてそうなんだけど、まあ、その後が暑いのかもしれないし、わかんないんだけど、もうそんでそれを一緒にしようとしたから、はい、いやしてるよ、その、うん、そっちのあなたの国の方で一緒に入れちゃうのも、まあ、重々承知だけど、ここは日本だし、まあ、やれることはやろうよっていう俺の思いで、やっぱり2つに分けたかったのも、いつもならいいって言うんだけど、やっぱ夏すげえ暑い日だったから、もうこれはもう帰るまでにもうダメだと思って、2つに分けてください、はい、それまた3円でまたクリックペイってなって、俺レシートが本体と3円と3円のレシートですよ、これめんどくさいなぁ、ちょっと貼ると恥ずかしいね、とか出すとき3円のやつ、あでも今度それも貼らなきゃ、うね、でも貼るってなんか古いけど、なんかわかるですね、なんかノートにね、今貼るんじゃないんだろうけど、ノートに貼ったりね、コピーだけじゃない、なんかね、だからそれがこの有料化のちょっと問題、点であるなっていうのを感じました。なるほどね、僕はとにかく一番大きい袋にしてくださいって思って、あ常に、なんか自分で撮るところもあるじゃない、そうだね、声優とか、例えばあれは、なんかさ、不思議なのがさ、お弁当タイプの袋だったら無料でいいですって、不思議じゃない、スーパーマーケットたまにあるんだけど、あの寿司のは大丈夫とかさ、多分あんまり売れないんだろうね、あれ、不思議だよ、あるんだろうね、タイプがダメだ、我らがマクドナルドはね、つけてくれるんですよね、なんか成分が違うんでしょ、そう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 、なんか
何かって出てるんでしょ。好きやもん、ね、好きやもん好きやもね、好きやのかっこいいんだよすごい。あ、そうなの、うん、なんかおしゃれおしゃれ、フランフランで買ったの松屋のはなんか縦長なんでしょ、弁当箱こう重ねて入れられる。好きやのずっとさ、すごいあの英語でおおしゃれ、なんか文字がいっぱい入ってる。店舗閉店ですよ。ああ、ね、それすごい新しいニュースなんだ。そうなんですよ、残念なことにね。だから6ヶ月前ぐらいっていうかさ、はい、決まってたってことで。そうですよね、そりゃそうだよね。6ヶ月はこれ、でも、うん、コロナだからって感じではない気もしない、しないでもない、うん、コロナを理由にしてる人たち多いもんね。いきなりしてきゃ違うって言ってたね、うんうん、あ、え、なんでやっぱり政府のせいでもないし、うん、コロナも関係ないって言ってね、社長が、うん、あの社長なら言うねまあ実際発表2月ぐらいだったしねあの社長なら言うねまあ、まあ、いいとこあると思う、いろいろ。あの人の時代の見誤り方すごかったもんな。いや、いいよ、いい、虎のもんに作ってもいいよ、うん、いいと思う。だってステーキがでも主食になったって言ったんだよ、うん、日本人に、うんうんそれはやっぱちょっといきなりすぎちゃったね。あ、うまい。でもいきなりだと素敵ってことでしょすごいいい名前ね。はい、はい、ということで、はい、あれいい名前で思い出した、はい、けどな、これから俺ど、うん、なんて名前にするってなんか言ってなかったっけ。なんだったっけ。あれなんかね、うん、もう一個はさっきハマ、うん、さんに名付けてもらってヨギボヨギ、ヨギボじゃない何城、チート城、チート城覚えた。あー、チート城B も何かあったけど、ちょっと思い出した、うん、はい、はい、D の内ザワイズ、ワイズですよね、すごいいいと思います。はい、はい、ところで、本日のゲスト、今日お久しぶりでございます、B の内さんでした。ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、グッド。